はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日のオープニングはですね、ちょっと事前に皆様にお伝えしなきゃいけないことがいくつかあるんですけれども、まず一つ目としてはですね、もう見えてるな、これ見えてると思うんだけど、ヒゲがなくなりましたちょっとね、僕の動画では結構ね、撮影の時期純不動で公開しているので、もしかしたらね、今後またヒゲがあるものも、戻ってくるかもしれませんけれども、基本的にはね、今後このヒゲがない状態で撮影をしたいと思います。もともとね、結構ヒゲが濃いんだけど肌が弱いからさ、ここら辺剃るとブズブズになっちゃって、それをね防止するためにずっと伸ばしてたんだけれども、やっぱりね夏ということで、ここら辺がねちょっと汗もっぽくなりかけまして、もう無理だなということで、今年はね剃らさせていただきました。で、2つ目のご報告としては、ちょっと前に公開した動画で、味噌人さんというラーメン屋さんで、そのね撮影を伺った時に、茨城ツアーということでね、オープニングお話ししてデカ盛りを食べさせていただきました。その後ね、2軒目に文福飯店さんに行く予定だったんだけれども、ちょっとうちの娘がね熱出ちゃいまして、急遽帰りますということで、撮影をねちょっと延期させてもらったんですよ。ただもちろんね、お店さんの方も僕らの撮影の際には仕込みをしていただいているので、そのまま帰るんじゃなくて、お宮としてねちょっとお持ち帰りをさせてもらったんだけど、そのねお持ち帰りが半端じゃなかったんですよ。その際にですね、お持ち帰りした皿の大きさがこちらでございます。ちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、とてもね家で食べる量ではなかった。今日はですね、このお借りしたお皿を返しつつ、改めて文福飯店さんのお店でですね、としちゃんの美味しい料理を食べていこうと思います。今日もねちょっとお任せ注文なので、何が出てくるか分かんないんですけど、多分ねまた今日も食べきれないと思いますということで、ただいまですね、文福さんに到着しました。でもすでにね、お皿返しですね、としちゃんとお話ししたんですけれども、今日もねたくさんお持ち帰りさせるよなんて話してたんで、とんでもない量が出るかと思います。せっかくなんでね、無理せずにとしちゃんの料理を楽しみつつ、お腹いっぱいになって帰りたいと思います。早速お店行きましょうはい、ということでですね、ただいま文福飯店さんの店内に入ってまして、すでに続々と料理が到着しております。この時点で完食ギリギリなんじゃないかっていうところなので、追加が来たらやばいんですけど、早速ねこちらの料理いただいて元気になっていこうと思います。そしたらいただきます。おはようございます。ありがとうございます。いただきます。ひとまずおかずより先にね、これレモンラーメンという麺系のメニューなので、伸びる前にね一番最初にいただきたいと思います。あ、うまっ。あ、うめえ。やっぱとしちゃんちのラーメンってねうまいのよ。うん、うめえ。うん、暑いからこのレモンの酸味がいいわ。で、このレモンラーメンの上にさ、おっきい唐揚げが乗ってるんだけど、これでね 100g 乗っかってるらしいあら、追加が。お刺身ちゃん、ありがとうございます。お刺身ちゃんまで。お刺身ちゃんでーす今日もめちゃくちゃ元気ですね。はいありがとうございます。まだちょっと増えるらしいんですけど、一回見てもらえますか。このねラーメン、これ半身でね、こんだけ唐揚げでかいっす。うん、うまっ。うめえ。うん、外サク中ジュワ。なんかチャーシューももちろんあんのか。見てこれ、チャーシュー分厚いわ。うまい。さすがにこの辺りでちょっとずつおかずも食べていきますか。
一品目この正面の豚かな。うん、うん、米だなこれ。これいわゆるね、生姜焼きのようなちょっと甘じょっぱい感じの味付けに、隠し味に梅が使われてるみたいで、後味さっぱりすんな。この料理に使われてる梅もね、このトシアンチの自家製で作っている梅を使用してるから、やっぱりね、若干こう毎年味が変わっていくみたいなんで、今年バージョンのこのメニューね、皆さんも食べてみてください。あ、わあ、増えた。あ、シュマイ。シュマイ、やっぱり食べないと。シュマイ、もう置けない。ドドンパだね。ドドンパ、美味しい。ありがとうございます。いや、これうまいな。うん。うめえ。これだけ食ってまた一皿目ってのがやばいんだけど、まずね、これ僕の大好きなシューマイいただきましょうか。出来たてをちょっと食べたいんで。これがね、うまい。うん、ふわっふわっ。あー、ありがとうございます。はい、いきます。こすっとこー。はい、こすっとこー。やばい、やばい、卵めっちゃ増えた。卵めっちゃ増えた。はい、はい、あなたをどんどん明日の分のことに来たくなる。来たくなって、来たくなって、しょうがなくなっちゃうわ。はい、ラスカさん行くよ。ラスカさんのために。何したんや、いやいや。それはさすがにカット。ありがとうございます。はい、え、カレーパン、カレーパン、揚げたての、すげえ。やっちゃいましょう、カレーパン。今ちょっとですね、トシさんにお話いただいたんですけど、このカレーパンとかですね、もともとテイクアウトで販売していたメニューに関しては、ちょっと暑い時期ってやっぱ傷みやすいのでね、今中止しているらしいんですけども、9月1日からね、また販売の方は再開するそうでして、ちょっとせっかくなのでね、本日はこのカレーパン、出来たて、揚げたていただきたいと思います。もうこれ触んなくても分かるぐらい、ああもうやっぱカリカリサクサクだし、もうこんだけ外側にさ中のルーが溢れてることないよ。多分ね、もうかじっただけで溢れるぐらいパンパンだと思うんだけど、ちょっといただきます。うわっ、うわっ、うまっ。あ、これ、あ、すごいわ。もうルーがたくさんというか、もう具材がゴロゴロ。やばいわ。これちょっとやばいわ。うん。うまっ。あ、これやば。うん。うめえ。うまっ。ちょっとね、カレーパンの出現で忘れてましたが、これね、間を置いてこの焼肉丼の上だけですね。ニンニクの量とんでもないけど、めちゃくちゃうまいぞこれ。今回上だけもらったけど、普通に焼肉丼も食ってみたい。うんまっ。ほんと最近暑すぎてさ、結構家だと濃いもの食べたくないのよね。ガツンとしたもの来るとやっぱ
夏バテしてるからさ、トシちゃん家来るとね、このガツンとパンチある料理でもガンガン食べれちゃう。こんだけソースこってりついててさ、ニンニクも乗ってるから、もちろんね味パンチすごいんだけど、もう一皿なくなっちゃう。うまっ。でももうね、だんだんお腹溜まってきましたよ、さすがに。少しずつお腹がね、こう、満たされてる予兆は出てきてるんだけど、まだね、後ろの厨房からは、焼いたり揚げたりしてる音がします。うん。そしたらただいま、こちらですね、焼肉丼の上物なんで、焼肉皿かな、完食させていただきました。あったかい出来たても食べたいんだけど、炒む前に、よいしょ、生もんとか食べていきますか。これまずは、これマグロカツだな。見てください、このレア感、めちゃくちゃうまそう。ちょっとこのタレにつけてってことなんで、うわ、うん、うまっ、あ、うまっ。ちょっと自家製だと思うんだけど、このタルタルかな、つけてみますか。これ、うわ、たっぷり。うまっ。この冷しゃぶもいただいちゃいますか。まあ、最高。でもこういうシンプルうまいは一番ビール飲みたい。そしたらさすがにね、これ味噌汁丼いっぱいにあるので、今回このレモンラーメンのスープはね、この残したまま完食とさせていただきます。そのままお刺身もいただいちゃいますか。ちょっとマグロと、え、何それ、ザルラーメン、ザルラーメン、あ、ザルなんて、ザルなんて、あ、よかった、すごい、ご飯足りそう、何足りそうです、足りそうです、大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日もお持ち帰りはすごい量になりそうですね。お刺身も完食ということで、一回このザルラーメンいきますか。漬け汁あったかいうちに食わないと、食うのダメだもんね。ただね、このタイミングで追加されるメニューにしては多すぎるのよね。と麺だけ一回食べよっか。うん、固まんないようにごま油あえられてるわ。これさ、絶対うまいでしょ。これは絶対うまいよ。いいね、夏らしいね。ちょっと酸味と醤油ベースで。焼きそば食べる？え？ご飯大丈夫？ご飯も全然大丈夫。全部大丈夫。もうね、大丈夫。いや、いつもさっと帰れない。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、よし。じゃあこちらのね、ザルラーメンも完食ということで、よいしょ。いや、意外にあるな。一旦この、冷しゃぶたちを片付けましょうか。
僕の動画で何回も文福さん来ててね、毎回お任せでお願いするので、とんでもない数のねおかず来るんだけど、ラスカル文福飯店史上今テーブルの上に一番おかずなくなってるんじゃないかな。ちゃんと、じゃあちょっとこれいきますか。最後ね、まだ手つけてないおかず、これもさっきのレモンラーメンに乗った唐揚げを煮つけたものみたいで、これまたねご飯に合いそうよね。うまっ。あ、これうまいな。味付けはね、本当に普通のカツ丼とかよりも甘めしょっぱめって感じ。ご飯でもつまみでも合うね。うまっ。本格的に腹いっぱいだぞ。え？甘いの甘いの。ああ、デザート。よかった。よかった。よかった、おかずじゃなかった。じゃあもうちょっとしたら、お持ち帰りお願いすると思います。お声掛けください。はい、お願いします。あ、入れるの得意なんで大丈夫。いや、じゃあもう突っ込む元気がない。このままだとやばいな。帰りの運転ができない。味噌汁手つけたらね、もういろいろ無理そうなので、申し訳ないんですが、この味噌汁はね、今日残しつつ、ちょっとお持ち帰りしにくいようなね、このご飯で、まあ揚げたてのパンと、さっきいただいたね、このデザートと、ここら辺をね完食しちゃいましょう。これ。そしたら今ですね、ご飯とカレーパン完食しました。最後にこれいただいたデザートで本日の動画はね締めたいと思います。うまい。やっぱデザートって偉大だな。食えちゃうな。ラスカさん、一緒にマルショー行く？行かない。行かない。今日？行かない。じゃあちょっと今日も最後これクレープいただいちゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ごちそうさまでした。ザマミオー！いやー、やばいです。ということで、本日はですね、ちょっとここら辺はお持ち帰りさせていただくとして、今日もトシさんありがとうございました。いや、もうね、本当に僕毎回動画で来るとトシさんにはね、注文せずに料理お任せでね、お願いしてますけれども、本当に来るたびに食べたことないメニューがいっぱいあって、ラスカルさんの動画見てきたよって言ってください。滑ってありますよ。本当に美味しい料理ばかりなので皆さんにも来てほしいんですけれども、ね、来た際に動画見てきましたと言ってくだされば、盛大にトシちゃんお手手が滑るらしいので、基本的にトシちゃんが滑った場合はトシちゃんもね、お持ち帰りしてもらう前提で作ってるので、ギリギリまで苦しく食べるんじゃなくて楽しめるだけ食べていただいて、その後ね、お持ち帰りでその晩とかにね、ご自宅で楽しんでいただければいいかなと思います。怖いお店ではないです。はい。これからお盆とかもありますし、夏休みとかね明けて以降でもぜひ皆さんこの文福飯店さんで美味しい料理食べに来てみてください。ありがとうございます。はい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。苦しい、大好き、苦
苦しい。ラスカルさんの四つん這い大好き。